キング&プリンスが2人体制として初めてのファンミーティング。キング&プリンスと打ち合わせ、7月2日、有明アリーナのチケット当落が23日夕方に発表された。写真、手を振る永瀬廉。同会場の収容人数は約1万5000人で、1日に公演開催される。すでに SNS 上などでは転売取引が行われており、定価3000円のチケットに20万円以上の値がつく高騰ぶりだ。この日、ジャニーズジュニアが出演するオールジョニーズジュニア2023ワッショイカンプインドーム7月16、17日イコール大阪、京セラドーム8月19、20日イコール東京ドームのチケットの当落も発表された。テレビ局関係者は、キャパは違うとはいえ、キンプリのチケットほど高騰していない。それだけキンプリには根強いファンがいるということ。キンプリは5月22日をもって平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人が脱退し、永瀬廉、高橋海人の2人体制となった。当然、人気面での落ち込みが心配されたが、そうならないように2人も頑張り、ジャニーズ事務所も必死に盛り上げている。5月26日から6月22日に発売された14の雑誌でキンプリは表紙を飾っている。今回のファンミーティングは今後の活動を左右すると位置づけていただけに、何としても成功させようと露出を増やしたのです。人気のあまりチケット争奪戦が繰り広げられているのを見ると、とりあえず成功。芸能プロ関係者、5は本番でファンの心をがっちりと掴むだけだ。